うかつに何か言ったらその気にさせられますからね。例えばこの間僕の友達のですね、牛くんという人がいて、まあちょっとその後どうなったか分かりませんけども、あのフェラーリに乗ることが夢やって言ってたわけですよ。で今 GTR 持ってるんですよ、中古の GTR。 なんかすごっというふうに一瞬聞こえたんですけども、あのその価値分かるんですか、分かります、 GTR 分かる人いますよね。めっちゃ興奮した顔の人がいらっしゃいますけども、え、そうですか、すごって思います。で、あれどんどん値段上がるらしいですね。で、元々その方は中古の GTR を買って500万円ぐらいで、ね、サラリーマン時代に、サラリーマン時代というか今薬局やってますけどね、今経営してますけども、サラリーマン時代、薬局の店長ね、雇われ店長だった時代にですよ、買ったわけですよ。ほんでまあ車がめっちゃ好きでレースにも出てたんで、まずタイヤを全部入れ替えとか、ハンドル全部入れ替えとか、車高ガー下げるとかですね、まあよくある改造をし始めて2000万円ぐらいかけたらしいですね。だからトータル、まあ、2000万か2500万円ぐらいのものになってるんですけども、このままあと、まあ、生産されてから25年経つとその自由になるんでしょ、いろいろなんか知ってる人多そうです、いそうですけども、そしたらもう1億円でも買うやつがいるとですよね。でそこで今45歳、 GTR これずっと置いとくんって言ったら、いや置いとくつもりないんですよ、もうちょっと値段が待つんですよ、ね、あそうはそれはいいよねと。でフェラーリ使うのってちょっとわからないですよ。じゃフェラーリと GTR もしね10日交換してくれるならするって言ったら、いやちょっとわからないですね、うん、いやするかもしれないですね、ほなちょっと査定出したらいいんちゃうって。で査定出してもしフェラーリの値段に届かんかったら今の貯金崩してもええやんって言って、でそこで僕の鬼のフレーズを言ったわけですよね。今45歳ですよ、55歳でフェラーリに乗る人生と45歳でフェラーリに乗る人生どっちがいいですかと。それは45歳ですよと。もし10年間待ってたら、10年間ね、人生80年か100年ともしまいます、したとしましょうね、わずかあと35年45年、なんぼかかりませんけども、少なくとも45歳の自分と55歳の自分では残りの寿命は確実に違うわけですよ。その10年間フェラーリ乗って、しかもね55歳でも45歳の自分の方が、まあいろんな意味で自由が効くかもしれない、いやもしかしたら55歳の方が自由が効くかもしれませんけども、まあ多分肉体的な体力的なものなんかはまあ最初にそうだと思うんですよね。まあ別に55歳になったからですね、著しく衰えとは思いませんけども、でもやっぱり55歳からガー乗っても、まあね75歳までは20年間しかないと。でも45歳に乗ったら75歳まで30年間あるわけじゃないですか、まあ、30年間ウェーってねできるんやったら、その10年間めっちゃもったいなくないですかって、そんな話をしたらさ、俺絶対査定出しますよとか、まあそういうふうになってしまうわけですよ。だからなんやろ、まあそういうことは結構昔からうまかったような気がします。そしておそらく皆さんの中にですね、開始に日の技法とかやってたかもしれませんが、なんか Q さんが言うとやりたくなってしまうみたいなんてね結構あるんですよ。で Q さんが言うからやってしまいましたって言って、そしたら特に経営者の男性に著しいんですけども、爆上がるんですよ、爆上がるんです。で昨日も、何名かですね、水戸には男性の方が来られました。でなんで僕の YouTube をこうやっていつも見ていただいてるんですか、だからやっぱり多くの方が爆上がるんだと、まあそりゃそうだと。で例えば最近どこ行っても聞かれるんですけども、チャールズ式セルフ除霊メソッドってのあるわけですね。やったことある人います、結構いらっしゃいますね、3分の1ぐらいはあるわけですね。であれもやりたくなるらしいですよ。であれをやると、この間ね、あの10億円が入ってきたという人は、あれを1年間やったらいいことがたくさんね、やり始めいっぱい出てきたから、で気がついたら1年間やっていて、気がついたら10億円入ってたって話ですね。ただですね、それだけじゃないんですよと。実は CSJM は基礎であって、この言霊アファーメーションがいいんですよって言ったのが、僕が最近、新たに名前を付けたフリーダムアファーメーションってやつですね。私は常に自由ですってやつです。これ覚えてる人います？結構覚えてますね。今パッて見た感じ、男性の方の手が上がりやすいですよね。パッて見た感じ、パッて見た感じですよ。まあ、男性の方が比率的には少ないですけども、その来られてる男性がほとんどパッと手を挙げられたということですよ。でそれを覚えてしまったら無敵になってしまうんですよ。ただしそれはメモを取ってはいけません。取りたくなるでしょ。
私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私は有り余るたくさんのお金を持っていますと。これは非常に論理的なんですよね。オンベーシラマンダラヤソワカというですね、ビシャモンテマセンタマ様の、ご神言もご利益があると言われますけども、別に論理的じゃないわけですね。オンマカケラヤソワカというのが大黒様、オンマカケラヤソワカという唱えたら、福岡県の笹栗町の南蔵院というところのご住職は、宝くじ3億円を何回も当ててるって話です。だからそこ宝くじのご利益で行く人いるわけですけども、それはそんなにね、論理的じゃないわけですよ。オンマカキャラやそうか、オンベーシラマンダラやそうか、オンスラソバタいいそうか、まあそれもやればいいかもしれませんけどね。で僕が言ったフリーダムアファーメーションはとても論理的なんです。だから男性の方に、特に左脳的な方ですね、スッと入るわけですよ。で、もしそれがパーンと入ってしまったら、例えば私は常に自由という、それをまず受け入れられない人は結構いるわけですけども、これは完全なる事実ですからね。例えばですね、今からこれ2つの文言を言いますけども、アファーメーション言いますね。私は価値ある人間ですというアファーメーション、これもあるんですよ。私は価値ある人間です。もう一つ、私は月収1000万円です。こういうアファーメーション、この根本的な違いってわかります？私は価値ある人間です。私は価値ある人間です。私は価値ある人間です。というふうなアファーメーションがあるわけですよ。それをずーっと言うというのもあるわけですね。それともう一つ、私の月収は1000万円です。私の月収は1000万円です。私の月収は1000万円です。もちろんその人は、現実は1000万円ではないとしましょう。私の月収は20万円ですって、月収20万円の人は言いませんよね、わざわざ。そうじゃなくて、月収1000万円ですというふうに言うということは、その方が月収1000万円ではないという前提があるわけでしょ。で、もう一回言います。私は価値ある人間ですと、私は月収1000万円ですには、これは程度の問題とかじゃなくてですね、根本的な大前提が違うんです。何が違うか。答え言いましょう。私の月収は1000万円ですというアファーメーションは、それがすでに嘘であるということです。だからアファーメーションなので、多少嘘というか、フェイクしてもいいわけですよ。フェイクしてもいいです。ただし、自分に対してこのフェイク、嘘をついて、そしてその気になってしまう。嘘も100回つけば本当になるというですね、どっかのよからぬことわざがあるみたいですけどね。国際関係の中で日本に対してですね、不都合な歴史的事実を嘘を撒き散らして、それが事実のようになってしまって外交カードに使われるということも、これまであった通りですね、嘘も何回も言うと、それも何世代にわたって嘘をつくとですね、それが本当になってしまうということがあるので、それは嘘も最終的には特に自分に対する嘘がですね、本当になることはあるかもしれないと。でも世の中にはですね、非常に正直な人がいます。特に日本人の場合はですね、正直な人がいますので、どっか後ろめたいんですよ。私の月収は1000万円です。私の月収は1000万円ですと言いながら、これ最初から嘘だよねっていう前提があって、潜在意識は、いや違うでしょ、違うでしょ、違うでしょというふうにずっと言ってるわけですよ。それに対して、私は価値ある人間です。これは嘘かどうかというと、100% 真実なんですよね。100% 真実なんですよ。いや、私は価値ある人間じゃないんですよって言えます？いや、もし価値ある人間でなかったらこの世に生まれてないんです。この世に生まれる価値があるからこの世に生まれてきてるわけです。だけれども、私は価値ある人間ですと言われて違和感を思う人はですね、そうじゃないというふうにどうしても自分で思ってしまう人の中には、おそらく赤ちゃんでおぎゃーって生まれてから、お前はダメなやつとか、お前は可愛くないとか、お前は、ね、なんたらかんたらとか、お前は、ね、その貧乏だとかですね、そういうことを親だったり親戚だったり、先生だったり友達だったりずっと言われるわけですよ。例えば、これあんまりね、例えとして良くないと思いますけども、小さい頃、ね、その小学校で同級生からいじめにあったことがあると。でいじめにあうというのは自尊心もですね、非常に傷つけられるわけですよ。でそれによって、自分自身はいじめにあって当然な人間だというふうに思うわけですね。でそういう根底的な、これビリーフ、思い込みって言いますけども、そのまま社会人になると、なぜか社会人になっても同じような人が出てくるわけですよ。よくあると思います。例えば会社に行きました。もうすっげえ嫌な人がいるわけですね、一人。でその嫌な人がいるから、その人がいなくなることを願ってるんだけども、どうしてもいなくならないと。でその人がいるおかげでもう体も悪くなった。それで会社辞めたわけですよ。で会社辞めて新しい職場に行ったんだけども、またその人がいるんですよね。
同一人物自体はもちろんありません。あの時のあの人がまたいるわけですよ。でまたその同じような感じで言ってくるので、またそのが嫌で会社辞めました。で新しくまたね転職に成功しました。そしたらまたそいつがいるんですよね。そういうことを結構繰り返すわけですよ。つまり何かあったら自分は価値ある人間です、私の価値ある人間ではないというふうな深い思い込みがあると、それを証明してしまうような現象が出てしまうわけです。だからあなたは価値がないんですよというふうなことをですね、何回も言ってそれを証明してくれて、潜在意識が、あそうだよねってね、あの納得させてくれるような人が現れるわけですよ。でもやっぱり不愉快じゃないですか。でも本当はその人を引き寄せてるのは自分自身なんですよね。じゃあどうすればその人がいなくなるか、簡単な話です。私は価値ある人間ですという宇宙的な真実、そのアファーメーションを徹底叩き込む、もっと言うと論理的にそれを納得する、もっと言うと無理やりでもいいんだけれども、あ、私って価値あるんだというふうにふっと気づいた瞬間、なぜかその人がいなくなるんです。実際そういうことがありました。とある職場にいたんだけども、どうしても嫌だということを僕は相談を受けました。それで最近はやってませんけども、コーチングであったり、そういったあの思い込みを変わるセラピーとかやってみたわけですね。その時にうまくいったんですよ。それがまず幼少期、赤ちゃんに戻って、赤ちゃんの時から、どん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 遡っていったらですね、まず両親がいました。両親が自分に対してですね、どうもやっぱり不愉快なことを言ってくるわけだけども、それに対して抗えない自分がいるんですよ。だけども今大きくなった自分は十分まず物理的には抗えると。で最終的にその両親のですね言葉を取り消すことはできない。でもそれはそれとして、それはそれとして、最終的に両親の代わりに誰が自分の面倒を見るんですかって言った時に、まだビリーフチェンジ、つまり思い込みを変える準備ができてない人は良心って言ってしまうんですよ。言って意味わかりますよね。私は価値のない人間だというふうに根底に思っている人、その原因は、主たる原因は例えば良心にあったりするわけです。で両親も悪気はないんですよ。可愛い娘、可愛い息子ですよね。だけれども自分自身の価値を認めてない状況だったら、どうしてもそれを周りに投影反映させてしまうわけです。だから思わず自分の娘息子に対しても、あなたは価値がないという言葉にせずともですね、そういう態度で接してしまうわけですよ。そうやって本当は両親がですね、いやいいですねとね、最高じゃんみたいなね、そういうふうに言ってもらえばいいですよ。僕の知り合いで京都にいるですね、ある、まあ、資産家の娘さんがいるわけですね。それで宿題で、画用紙で、お絵かきの宿題ですよ。夏休みの宿題、書きました、画用紙で。そしたらお母さん怒るわけですよ。あんたね、ダメよその絵はと。あなたはこれに書きなさいって言って襖を持ってきたんですね。バーンと。それでその襖に持ってきてそれを書いて、画用紙こんな小さいところにね、収まるような人間じゃないのよあなたはと。で襖を持ってきてそれにガーって書いて、それを学校担いで持って行ったらしいですね。だからまあそれある意味ぶっ飛んでるかもしれませんけども、そうやってエフェカシーというのかな、友別さんいう風に言うと、自分のなんか心地いい範囲をですよ全部広げていってるわけですね。その結果その方はどうしたかというと、アパレルショップを将来7店舗ぐらい経営するぐらいの、まあその地方では非常に有名な方になりました。でそういう育てかられ方してるわけですよ。だから親の育て方っていうのは、まあ、良くも悪くも、最近は親ガチャみたいな言い方があんまりいいと思わないんだけれども、あるわけですね。だからそういった意味では、資産家のすごいね、頭が良くてちゃんとしてる、メンタル面もよく分かってる親がだったら、あ、ガチャが当たったなって思うかもしれませんが、でもそうじゃない人いるわけじゃないですか。で親がね、そうなった時点でもう人生決まってしまうんで、そんな悲しいことないでしょ。でもそういう風な境遇だったとしても、例えば今僕がこう喋っています、こういう YouTube を見ています、あ、なんだそういうメカニズムなんだと言ったわけですね。でもし親がそういうふうにね言ってくれなくても、じゃ誰が最終的に言うんですかって時に、それは隣のおじさんではないんですよね、自分じゃんと、自分しかいないじゃんと、目の前に生まれたての自分がいるんですよ。床に放置しているとその赤ちゃんは冷たくなってしまいます。場合によっては冷たくなったままね行ってしまう可能性もありますよ。その赤ちゃんを抱き上げるのは誰ですかと。で気が弱い人、まだビリーフチェンジの覚悟ができてない人はですね、思い込みを変える覚悟ができてない人は、自分なんか預けてもろくなものにはならないと思ってしまう。だから自分よりはお父さんやお母さんの方がいいなと思うわけです。じゃあお父さんやお母さんに預けました、そしたらまた同じように自分のが再生されるだけですよねって。それはあなたにとっていいんですかと。でここでね、
あの二者択一ですよ。お父さんお母さんにその赤ちゃんを預けて、あなたが今のあなたがもう一回再生されるわけですよ。それでもいいですかと。それでもいいって言えばもうそれが OK なんですよ。あのなんか意図した結果ではないんですよ。変わらないんですけども、まだその時期じゃないんだなと思うわけですよ。でも何回か一応確認するわけですね。それでもいいんですかと。それでもいいんであれば僕は一応それで第三者的な人間ですから、あなたの人生にそこまで深く関与する義務はありません。だからもしあなたがここで人生を変えて、ね、自分らしい生き方をすると、でもそうなるためにはいろんな試練があるかもしれない。でそういう試練をですね、受け入れる覚悟がないんであればどうぞお父さんお母さんにその赤ちゃん預けてくださいよと、まあ、言うわけですよ。最初はどうですか、もうじゃあ分かりました、ねはい、で突き放すわけですね。じゃあもういいです、あのこれでまた今そういう時期じゃないと思いますので、いやというか今そういう時期じゃないかもしれませんけども、でもそれで変えたいと思ってきてるんでしょと。何回も僕付き合いませんからねと。だからまた別のとこ行ってくださいねとバイバイみたいな感じじゃないですけども、まあ、そういう言い方をするわけですね。するとここでもし変わらなかったら、ここでフェラーリを買わなかったらじゃないですけども、ここで変わらなかったら次変わるのいつだろうと。今例えば今30歳であると、でもしそれが35歳、ね、40歳になったとしましょう。人生というのはどうしても有限ですよ。やっぱり35歳でできること、40歳でできることを、ね、30歳でしかできないことがあるとしたら、やっぱり、うん、若ければ若いほどとりあえず一般的には可能性があるのかもしれない。僕今49歳ですけども、まあ、もし20歳だったらどっか外国にポンと行って英語ペラペラになってくるだろうと思います。そういった可能性は49歳でも20歳の方があるんだけどもと自分で言いながら、20歳の自分は非常に不自由だったなということを思い出します。49歳の今の方がよっぽど自由だなと思ってるんで、だから今もし不自由だなと思ってても年を取れば取るほど不自由になるんだなというふうになんとなく一般的なですね常識で自分を押さえつけてしまっていると、 Q さんのことを思い出してください。子供3人いるんですよ、奥さんいるんですよ、家買ってるんですよ、もうがんじがらめですよ。でも自転車乗り回してるわけですね。そんなやつもいるわけですよね、うん、まあ、まあそういうことは事実はあるわけですよ。だから年を取ったからって不自由になるとか限らないんだけども、一般的に言うとやっぱり体力的にも時間的にも若い方がね、可能性あるかもしれない。でそういった意味では30歳の今変わるんですか、30歳の今変わるんですか、それとも35歳まで待つんですか、50歳まで待つんですかといった時に、今変わりたいって自分で決めるわけですよ。決断するわけです。これ決断というわけですね。もっと言うと再決断というわけですよ。再び決断するわけですよ。それでその赤ちゃんを自分で抱き上げるわけです。抱き上げた時にもうあなたの人生は誰にも渡しません、一生あなたの人生は私が面倒見ますと。あなたっていうのはもちろん自分のことですよ。そこで初めて自分で自分の人生を舵取ることができるようになるわけです。そしたらもう全て自由じゃないですか。じゃあその赤ちゃんに聞きますよ。あなたが今抱き上げてる赤ちゃんは価値がない人間ですかって、ボロボロボロと泣き始めて、そんなはずないじゃないですかと。こんな可愛くてこんな可能性に輝いてる赤ちゃんが価値がないはずないでしょうっていうふうに気づくわけですよ。その瞬間にそれはあなたのことですよねって言ったら、はーっとなって、私は価値ある人間だったんだということは本当に腑に落ちるわけです。するとどうなるか、職場の嫌なやつが勝手にいなくなるんです。こういう現象が実際あるわけです。もしくは職場の嫌な人間はいなくはならないんだけれども、なんか職場の嫌な人間が自分に対して嫌なことをしなくなるわけですよ。なぜかというと、私は今まで価値がないんだなと思っていたんです。でそれを証明するための存在、もしくは証明するための言動が自分にやってくるわけですけども、ぽっかり開いた価値がないという欠乏感が赤ちゃんを抱きかかえて輝いている可能性に満ちている、あったかくて愛に溢れているその赤ちゃんを自分で抱きかかえた、その赤ちゃん価値がないはずないでしょうと、もう切れてくるわけですよ僕に。何言ってるんですか、この赤ちゃんは輝いてるじゃないですかと言って、自分自身の価値が再確認できるわけでしょ。その瞬間にその価値がないということを証明する人が必要がなくなるわけですよ。なくなるんですよ。例えばですね、まあ、見にくいと思いますけど、今本来こういうまん丸なんですよね。まん丸なんですよね。まあ、ちょっと見にくいと思います。まあ、まん丸があると思ってください。
でそのまん丸に対して価値がねえなとかさダメだなとか思っていたら、こういう風にですねなんかいびつな形になるわけですよ。つまりこれほんまはまん丸なんだけれどもいびつな形になるわけでしょ。でこのいびつな形でバーってったこの部分が、まあ、欠乏してるわけですよ。その欠乏を証明したいんですよ自分は。私はこの欠乏がありますよねっていうことを証明したいんですよ。このまん丸は魂って言ったり潜在意識って言ったりするんだけども、この欠乏を証明するために外的環境が一生懸命これを証明してくれるわけです。その結果嫌なやつがいるんです。だからもし今ですよリアルに多分、まあ、全員が全員まん丸じゃないし僕自身もそんなにまん丸かと言ったらまん丸かもしれませんけれどもそれは何かあるかもしれませんよ。まあでも今例えばリアルに職場だったり家族だったり近所だったり、様々なところで嫌なやついるなと思ったとしましょう。なんで嫌なやつがいるんだろうって、その嫌なやつは自分のこの欠乏感を証明するためにわざわざ派遣されてやってきてるわけですよ。そこで今言いました皆さんも多分ね追体験してなんとなく打ってきた人もいると思いますけども、目の前にいる自分自身の赤ちゃんがですね光り輝いてるわけですよ。 100% 価値があるわけですよ。そのことに少しでも気づいたらなるほどそうだなと、そういうメカニズムなんだなと思った瞬間に多分このルームを出て明日から嫌なやつはいなくなります。そんな気がするでしょ。例えばじゃあ別のバージョンいきましょう。私はね豊かではないと、みんな豊かなんですよ。私にはお金がないんだと。でお金がない人の口癖はお金がないのよ、うちにはお金がないのよと、お金がないお金がないお金がないというわけですね。私なんか大したものじゃありませんけどってね、まあ、あえて謙遜ですけどっていうのはいいんだけども本気でそう思ってる人いるわけですね。例えばこれが、まあ、月収100万円だとしましょう。あ月収100万円がですねコンスタントにあったらまあまあ悪くないですよね。でも月収100万円なんて簡単なんですよね。本当に簡単なんですよ。で月収100万円なんかって言ってもいや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 って言ってるのは多分幼少期ずっと過ごしてる中で多分親が月収100万円なんてありえないとか言っていたりとか、僕の奥さんのお父さんなんかは男はねサラリーマンとして勤め上げて一人前って言ったりするわけですね。でお子さんのお母さんなんかはすいません身内の悪口じゃないんですけどもボソッとねそげん稼がんでもよかろうというわけですよね。いやだから僕がねその嫌がるぞそういう話をね、まあ、まあいいですね。でそういうふうなねでもまあうちの奥さんはずっと僕とやっぱ十数年いますのでもう諦めたんですよ。この人は自転車を乗り回している方が輝いているんだと。ここでがんじがらめにするとこの人は柱に頭をぶつけて頭おかしくなるじゃないけどねもう脳がムズムズするとこれ言い出すからね。で昨日やりもうやダメだってで結局まあそれでまあうまいこと回ってるんでねまあまあいいやと思って誰も我慢する必要がないということで、で同じですよ。でもそこでいやいや月収100万円の簡単じゃんと、自分ができることを全部できるんだと、やりたいことを全部できるんだとね、さっきのアファーメーションと私は常に自由です、私は常に豊かです、私には全ての望みを叶える力があります、先ほど言ったように私は価値ある存在ですと、私には全ての望みを叶える力がありますというのはこれ両方とも宇宙的真実です。でここでね望みっていう言葉を使ってるのが良かったなと思うわけですよ。ここで私には全ての夢をっていうと夢と望みってだいぶ違うんですよね。私の夢は今日ビールを飲むことですって言わないでしょ。でも私の望みはこの後ビールを飲むことです。わかりますよね。私の夢は宇宙旅行です。私の望みは宇宙旅行です。いや、なんかちょっとスケールが近いよねと。でも私の望み、全ての望みを叶える力があるのはそうなんですよ。ジャニーズ事務所入りたいですか？入りたくないですよね。特に。望みじゃないんですよ。でもやっぱり自由なお金を持って自由なことがね、時間とかお金を持ちたいですよね。それは普遍的な望みだと思います。でそれは簡単にできるわけですね。例えば僕は今のところですよ、今のところ競走馬を欲しいと思わないんですよ。いや何だっていいんですよ。たまたまパッと思いついたやつ、競走馬ってあれ1匹いくらぐらいするんですかね。まあわからないですけど検討つきませんけども1000万ぐらいはするとしましょう。いらないんですよ。だけれどもこれ1枚作るの100万円かかるわけですね。でそれを作るぐらいのお金は入ってきてるわけです。そして今本当にニューヨークで寿司屋を開きたいと思ったら、まあ、お金はもちろんですけども、そういった人材とか、そういったチャンス、もちろんそういった、知識なんかも出てくると思うわけですね。
で僕の中では今ニューヨークで寿司屋を開く価値がある人間なんです。ただし、ジャニーズ事務所でセンターを張る価値はないんです。なぜならそれは望みではないからです。あればいいなというレベルではないんですよね。あのこういうことを言う人にこういう質問ってあるんですよね、もし10億円あったら何しますかってね。10億円に限らずお金も時間も能力も全て自由であれば何をしますかと、こういうふうに言う人いるんですよ。寄付をしますって。でコーチングの質問なんかでは自分の制限を全て取り払った時に、本当にそこでやりたいことが本当のあなたですよみたいなことを言うわけですね。つまり10億円って一つの、まあ、基準ですけれども、10億円あったらまあ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 そのできるわけですよ。よっぽどのことじゃない限りですね。でそれがあって制限がないときに初めて自分がやりたいこと出るんですよというふうに言い方するんだけども、僕はそれは一部認めながらもそれはまた効果で反対してるんですね。本当にやりたいことっていうのはお金がなくてもやるんです。だからもし寄付をしたいんであれば今いくら寄付してるんですかって話です。エドワードさんがすげえなと思ったのは、エドワードさんは、まあ、この本に出会ったときに皇室を守るとかね、あとは震災孤児の教育支援をしたいというふうに言ってたわけですよ。でその願いというかそのミッションに気づいたときに、まだエドワードさんはそんなにその給料とか収入がいいわけではなかった。だけれども月に1万円はそのために積み立てていたわけですよ。で1万円積み立てたところですよ、それは限度ですよ。生活あるし奥さんも子供もいますからね。で1万円積み立てたところで年間12万でしょ。で10年やっても120万ですよ。120万で1人救えるかどうかかかりません。でももちろんね、0人よりは1人の方がいいかもしれない。だけれども、そこはもうちょっとね、やり方があるんだろうということです。でいずれにしても自分は震災孤児の教育支援をしたいという望みを持っているんであれば、1万円からやってるわけですよ。決して10億円できたらやりますではないわけですね。そういった意味では、まあ、例えば僕はこういうのやりましたけれども、別にお金があるからやってるわけじゃなくて、お金がない時期からやっていたんですよね。そういうこと、旅好きなんですよ。2006年に貯金がゼロになったんですよ、ほとんど。 でも2006年12月に俺今年海外行ってないなと気づいたわけですね。それまで10年間ぐらい毎年海外に行ったんですね。今年海外に行かなかったら、あでもね去年ね行ってないんですよねっていうか、まあいいです、コロナで行ってないんですね。2020年は行ったんですけどね、はい、まあ、去年だけはちょっとお休みになりましたけども、まあずっと言ってたんですけど、2006年行けないなと思ったんですけども、どうしても行きたいと思って、クレジットカードをコンビニでキャッシングして6万円引き落としたわけですよ。その6万円でベトナム行ってきましたからね。で行ってきて帰ってきたらなんかお金増えてたんですよ。僕が取り扱ってる商材がなんか知らんけど急にバズってたんですよね。ということもありました。だからやりたいことっていうのはお金があろうがなかろうが制限があろうがなかろうがやってるってことですね。だからまあさっき言ったように、まず私は価値ある人間であり、私は全ての望みを叶える力がある。これは宇宙的真実です。だからね、お金はなんぼでもありますぜっていう話です。もうそのアファーメーションが自分の中でふーっと腑に落ちてしまったら、もうやりたいことは全部できるわけですよ。そういった意味では、先ほど10億円がバンって入ってきた人なんかも、去年の2月ぐらいまでは、まあ、今年の2月までは、まあまあカツカツな経営はしてるんだけど、カツカツな人生だったかもしれないけども、そうやって自分の中でパッと腑に落ちた瞬間に、わーっとありえないことが起こるわけですよ。で、その方は非常にね、いい方ですんで、それだからって、まあ一応ね、なんとかっていう、スープラという車を買ったとは言ってましたけども、それ以外特に買ってないと。で、キャバクラとか行かないですから、ね、あんまりね、まあ行ったことはなんですけども、あんまり楽しくないですね。で何なんですか、人々を笑顔にすることが楽しいんですよって、まあ、多分その言葉は多分本当だと思うわけですね。でそういう方にはちゃんとポンってくるわけなんだなと思いました。だからまあね、こういうこれ条件付けね、まん丸なんです。いびつな部分でも今いびつな部分埋めましたので、こうやって埋めましたので、はい、だからこのルームを出た後から人生が変わってると思ってました。前半ここで終わります。ありがとうございました。